Hey, brother. Yes, brother. Everybody, brother. ってこのわざと間をちょっとずらすところが面白いだろ。兄貴、それあんま気にしない方がいいですよ。兄貴のそのなんか間を気にしないのがみんな評判になって面白いってなってるんですけど、なるほど。あんまりそれを気にするとなんか間がもっとなんか気持ち悪くなんか。じゃあ自然に。自然でいいですね。行きましょうね。はい、今日はだからまあ自分もね。バンドしてさ、長い、はい、そんな中でやっぱ兄と呼んでる力也、力也の兄貴ですね、そこ力也との、はい、やっぱいろんなこう出来事をちょっとね話してみようかと。まあ力也さんももともと音楽ねグループやってシャープ5っていうですよね、当時はね、ね、GS ブームの時にあの GS っていうのをね、あのグループサウンド、もうみんなガソリンスタンドって思っちゃダメですよね。GS ガソリンスタンドじゃないよ。いやだから違うって言ってるじゃないですか。いやいや、これみんなあの当時のグループサウンドの人は言ってた ね。グループサウンドで GS なんですよね。俺たちはね、高校時代ね、あの人たちを見て、俺たちもそうでしたよ。手の届かないところにいた人なんだけど、あの雲の上の人だよね、もう雲の上行っちゃったけどそこに繋がるんですか。いやいやいや、シャレなんだよね。だけど、その兄貴はね、我々クールスと一緒にやることがすごく好きだった。まあ、GS は音楽の種類違うかもしれないけど、力也さんすごいプレスリーの歌が好きでね。そうそう、プレスリー好きだったね、だからよく俺たちがゲストで呼んで、プレスリーやる、で力也さんがゲストで、そうそう、ゲストででね、急にやるもんだから曲決まってないじゃん、でね、言うのがいいんだけど、じゃあハウンドドッグとあのブルース・シューズだって言うんだよね、と先にハウンドドッグ言ってるじゃん。グループじゃないですよ、曲名ですからね。でハウンドドッグ、分かりました、じゃあハウンドドッグやりますよって、あれドラムから入って、ダララ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 ラって言ったら、ワンフォードマニーってきちゃった。曲が次のそれ違うじゃないですかみたいなね。もう俺穴があったら入りたかった時あるよ。え、それどうした結果はどうなっちゃったんですか。いやだからこっちはハンドドッグなわけだよ、とブルース・シューズなわけだ本人は、でわざとやるんだね。わざとやったのかな。だってドラムドラララララララ、ゆえん長袖半袖って。いや、なんなんですかそんなの。いや、そうだよ、そう来るはずなんだよ。だからワンポイントマネーでしょ、ひえでも兄貴はすぐ直すじゃないですか、立て直すじゃないですか。いやだから歌に合わせるしかないじゃん。それはそうですけど、ギターとかどうしてんの、ベースとかは。いや、ベースも何もかももう止まっちゃうよね。ねえ、だからもうリズムを合わせてあげて、ダニー言うにはね、俺らが歌に合わせんだよって言われたね。あ、昔はさ、そうだね、アコーディオンの人たちがこうやるでしょ、横も両方みたいな人ですね、歌にこう、後追いするみたいなね、そういう感覚っていうのは昭和のスターはみんな持ってた。持ってた。俺についてこねえでどうすんだと。そういうことはね、歌が先行、あれには困ったね。もうでもそんなロックンロールのおかげで、あのね、あの武井さんなんかの番組でおたてまん、おたてのロックンロール本当におたてのロックンロールうまいねいや俺も唯一あのモノマネできるのは力也のモノマネぐらいしかできないから、俺ね、あの力也さんがあの僕たちの結婚式、あの兄貴として来てくれてですね、一番最初は野音でやったんですよ、ゆうやさんのなんかイベントを。ああそうだね。その時シャネル絶好調で売れてて、ね、飛ぶ鳥をあの落とす勢いの、もう落ちた鳥が飛ぶぐらいの勢いだったんですよ。そしたら力也さんがなんか酔っ払いましてですね、待って、それ大変だ、あのウイスキーの瓶を瓶ごとこうやって飲んでらっしゃいまして、うーって言いながら、ね、あのもうすぐ空になって、もうすぐ空になっちゃうんですよ、瓶から取り合う瓶から取り合ってあの空になっちゃって、会場内で喧嘩になって、お巡りさんが来たんですよ、パトカーが。パトカー、パトカー、したら うーって出てきて、いや君はお酒臭いし声がでかいねっつって声がでかい、声がもともとだよなって言ってね、でまあまあこう主催者の偉い人が出て、まあ、何もなく終わって、だからそのテンション上がったままどうしてもなかったんでしょうね、力也さんは、兄貴は。したら何か知らないけど、おいしゃなるぜ、この会場にあるゴミ一人三つずつ持って帰れって言ったんですよゴミを、ゴミを売れてるなんか一番で
絶好調の時にみんな、うん、はい、わかりましたって言いながら、うん、ゴミをなんか3つずつ持ってシャネルズレンチぐらい、はい、あのこれは1個に入るのかなみたいなやつもこう考えながらそれ、笑っていいかなでも酔っ払ってらっしゃいましたからでお前らもいいことしろってことなんじゃないですか、ね、そういう協力しろと、このイベントを。あ、一番絶頂期の頃、絶頂期の頃に俺もね、絶頂期の頃さ、あのうち映画さんがあれね、うん、依頼が来たの。もちろん力也からもね、お前ら出るな、1人5000円ぐらいしかなんねえけどっていういや、こんなこと言っていいのかな、言ったらね、いやそれはちょっと、だからお前ら冷てえなーってゴツーンやられたね。やられた、やられたよ、兄に。ゴツンってどういうこと。バーンって、まあ、軽くこんな感じだよね、兄にはね。あの力也さんの冷たいなって言われたよ。持ち物がでかいって有名じゃないですか。でかいな、ね、で俺まだ見たことなかったんですよ。いや、よく一緒に風呂行ったからね。あ、そうなんですか。俺売ってくれっちゃったよ、それそのくらいでかい。え、こういう話面白いですね。俺フジテレビの トイレで隣同士になったんですよ。やっと見えると思ったよ俺、ね、で俺はもうあの中の代ぐらいだったんですけど、微妙ですけど、いや力也さんどうなるのってパッて見せたら、デローンって出たら便器にパシッて当たったんですよでけえと思って。いやいやいや、俺はほらだいぶ体がね、兄がちょちょりというやさ、お風呂に行って洗わなきゃいけないから、うん、兄貴だね、 3人がかりだよね。でかいから、でかい、全てが、全てがでかいからあ、全てね、も体でかいじゃん、うん、だから洗うの大変よ、ね、3人がかりだったね。これで俺あの、まあ、1回目の事件を起こした後に V シネマの監督やった時に、ね、力也さんに すみません出てもらえないですかって言ったら、うん、毎日がいいんじゃしょうがねえなって言って、あんまりあのギャラもあんまり払わないって、いいよ1回ご主義で出てやるよって言って、あのもうまさにあのこっち系の人たちがですね、着るあのワンちゃんがついたやつとかあるじゃないですか、刺繍してある高そうな、ああね、わかります、なんか、ああ、なんかアイスバーグとかよくわかりませんけど、なんかそういうメーカーの高そうなジャンバーを着てらっしゃってね、あの2前その日の衣装さんがですね預かって、ああね、もう高いんですよそういうのって、すごい上下で、ああで寒い冬の時だったんですよ。で、ちょっとあのビニジャンっぽいっていうか、あのビニールに刺繍がしてあるような、ちょっと、うん、あるんですよ、あれを着ていらっしゃいまして、 でっかいスーツ、うん、紫の力也さんが似合うの用意してあったんで、これ着てくださいって言ったら、スタイリストがこれのところ泣きながら来て、どうしましょうどうしましょうって、どうしましょうじゃ何どうしたんだよって言ったら、あの力也さんの服をストーブのそばに置いといたら全部溶けてこんな小さくなっちゃったんですけどって言うんだ。で見に行ったら俺ガーって顎こんな落ちたって、どうすんだこれ、俺が F1 のかよってなって、うん、これ怒られるぞと思って、さすがに怒られるじゃん、すまない、ないところまずいじゃん。だからもう、じゃあもう言うしかないじゃないですか。言うしかない、誰が言ったの。俺言いましたよ、だって女の子がもう泣いちゃってて、もう買い出してくださいとか言って。あの人、女の人じゃ優しいから、ね、だでも一応ほら、責任者である俺が頼んだ以上はさ、うんうん、すみません、あのちょっと怒んないでくださいねって言って、はい、兄貴が今日着ていらっしゃった服こんななっちゃいましたガーってなってバカ野郎お前ってなって、ね、これすっげえ高いんだぞって。でしかもですね、あのこんなこと言っちゃなんかあれかもしれないですけどね、まあ、どこどこの兄弟分にもらったやつなんだみたいな、あこれ売ってねえんだよお前よって、どうすんだよ同じものこの世界 に2つとしてないんだって、うんうん、どうしてくれんだよって、なんかのこうプレゼントでもらったやつだ。そうなんですよ。そうなると売ってないよな。売ってないんですよ。で弁償させていただいてないんですけどもみたいなこと言ったら、これは弁償って問題じゃねえよマジよ、そりゃそうだななんてね、嘘だよとか言ってね、ああ お茶目な、えお茶目な分までお茶目になった、うん、ああでお前も一生懸命やってるし、その衣装さんもちゃん頑張ったんだろうって、うん、いいよ今回許してやるから、それから今日着たスーツ、うん、あと2着用意しておいてくれとか言って、ね、持って帰られましたけどね。ああなるほどね、よかったと思って。よかったね。であとね、俺はね、話にはこう聞いてたんだけど、兄がね、うん、力也の兄がね、このコップなんだよ、コップ、うん、これをね、ガクーンってこうやるんだよ。なんですかそれ。割るの、歯で。なんで割るんですか。いや、だから、
どう言ったらいいのこれは、まあ、あの俺はヤバいやつだぜっていう、そはったりっていう言い方だ、まあまあ、だからデモンストレーションみたいな、そうそう、ガケーンって俺あれね噂には聞いてたけど、うん、実際見ると、うん、バキッてやったら今度はガクッガキッて血だらけになるんだよなと、あの一言も言えなかったな俺ね、だからそれ飲み込むんだよ、え飲みこれ真似しちゃダメでしょ、ダメでしょ、これは噂には聞いてたけど見たら大変なことだった、うん、いや血だらけだもんだってすごいでしょそのいやその時に 何が原因でそれかじり出したんですか、いや酔っ払うと毎回やられるんですか、毎回っていうか そんなことをするってことは聞いてたんだよ、それどんな実際見た時にもう兄貴がやってくれって言ったんじゃないでしょうね、どうなっちゃうんだろうって腹の中に入れたら、あ見てて足震えたよね本当に俺、そりゃ怖いよね、あだよね、びっくりしたもんねあれには、まあお前には俺はガラス張りだぜってことを伝えたいのかよく分かりませんけど、いや本人はだからどういうつもりなのか分かんないけど、それが元でさ、うんね、体調子悪くなったのもあるんじゃない、いやそれあるのかな、だって出てこなきゃずっと腹の中で、いや異物は出るでしょう、うん、内臓刺さっちゃうよ、あそうですよね、刺さったらそこが産んだりなんかするとまた大変だよ、温泉行かなきゃいけないいやまた温泉で戻っちゃったよ本当に温泉行って治るもんじゃないだろうけど、さあそんな力也さんの息子さんがね今度結婚するということで2人で行ってきますけどね、うん、そうだね、2人で行ってきますよ、まあお父さんの、まあ、ゲイっていうかこれはまさかやらないでしょ、リキトはやんないやんない、教えたらどうですか、お父さんこうやってたんですよって言ったら言おうかな、言ってみて一応言うのは言う、あの本人子供ができた頃にはもうだいぶね、あのおとなしく丸くなってたね、丸くなって、はい、その前のずっともうずっと前の話だよね、はい、そんなの、ね、一応いろいろ武勇伝がねありますけど、いやいろんな人見てきた、あれはちょっとすごかった、いや逃げ技じゃないよあれ、もう聞いただけで今ちょっとなんかゾクッとしちゃいましたでしょ、はい、バキンってなってカクッカクッカクッってなった時やめてくださいよ、なんか何も言えないっていう、何も言えない、それ夏じゃなかったですか、何も言えない夏うん夏、何も言えなくて夏っていうのがなんか曲であったんですよ、まあ、誰が歌ってたの、いやいやそれはまあまたいろいろあるんで、結構噛み合わないことはよくあるんだけどね、ほんと噛み合わないよねいやいやいやさあというわけでね、リギアの兄の話またちょっと今回さ、うんね、まだまだあるんだけど、まだまだあるでしょ、ありますよ、もうちょい楽しい話をしてみたいなとは思うんでね、はい、また期待しておいてください、グッドボタンいつものようによかったらねガンガン押しちゃってください、じゃあまたお会いしましょう、ヘイブルト、イエスブラザー、エブバディブラザー、また見てね、